皆さん。十一行け。はい、バイクですね。紹介した通り息で走りますけど、やる気はあるので許してください。はい、ホノルルトライアスロンの第2編になります。左上の方にですね、抜かれカウンターというふうに書いてあるんですけど、まあもう分かるようにですね、まあぶっちゃけぶち抜かれ祭りが演じられております。実際ですね、今回はビキというレンタルバイクで走っております。ホノルルにあります、レンタルバイク、30分、3.5 ドルで、利用することができるレンタルバイクなんですが、その辺のところにいっぱい転がってるので、まあ当日の朝借りて、まあそのまま返すっていう、非常に簡単なことができるので、これでレース参加しようっていうこともまあできるわけなんですよ。ただ周りのみんなはやっぱり、まあ変な話、ベンツとかね、まあフェラーリとかね、そういうバイクで走ってるし、やっぱりまあかっこいいわけですよ。まあ見てほら、抜いてたらバイクかっこいいじゃないですか。で、今僕が乗ってるのじゃ何なのって言ったら、まあそうですね、レンタルで借りてるにも、レンタルで借りたちっちゃいなんか電気自動車みたいなやつらしいですか。あんな感じですよね。なんか小回り効くけどみたいな。あ、いやこれ小回りも効かないんですよ。結構ハンドルがね限定的なんですよ。マックスなんですけどね、全くですね、奥こいてる割には進まないし、ケツが痛い。はい、まあ練習不足なんですね、実は。で、全然焦げるような状況ではまあちょっとないですし、イエーイ。はい、この、まあ、自転車のスペックをお話しすると、レンタルバイクとしてはですね、まあ、電動は多分ついてはいないです。3段ギアになってるんですけど、1段と2段はねやっぱめちゃくちゃ軽いんですね。で、だけど3段になるとめちゃくちゃ逆に重くなる。まあでも車輪がちっちゃいからどっちにしても頑張ってこいと全然進まないし、まあ、速度はですね、今この時どのぐらい出てるかっていうと、平均時速で1キロ当たり2分10秒ぐらいのペースです。28から7キロぐらいのペースじゃないかなと思うんですけど、ロードバイクって普通にサクッと漕ぐだけでも30キロ平気で出るんで、まあそんなに漕ぎられてない人でも簡単に抜かれてしまうんですよ。カウントももう50に行こうとしてるところなんですけど、まあ、やっぱりやってる側からするとすごく悲しかったですね。あまりにも抜かれるので、まあ、ちょっとやっぱり競技的に見るとですね、ちょっと悩ましいところですよ。50いきそうですね。で、たまにですね、今見てもらったら分かるんですけど、路面が悪いところがあります。そういった路面の悪いところはちょっと避けるようにしないとですね、パンクをしてしまう可能性があるので、ちょっと注意して漕いでいただければなというふうに思います。で、僕が漕いでる自転車は、お、抜きますね、抜きますね、抜きますね、抜きました。1人ついに、はい、抜きましょう。で、今回は僕が乗ってる自転車自体はそもそも車輪が大きいんで、まあパックすることはありえないんですけどね、後に乗りましたね。さっぱり乗ることができます。で、このようにですね、ハイウェイの中を入って走っていくわけなんですけど、非常にね、ここのところは走りやすい、場所になってます。まあ、ここはスピードを出しやすいところなんですが、通常だったらいつもだったらこう追い風向かい風がですね、どっちかに吹いていて結構漕ぎにくいシーンがあったりするんですけど、今回は風がなかったので、コンディションもいい、環境の中で皆さんバイクを漕いでると浮かれましたね。またね、さっき抜いた人ですね、悲しいですね。
なみにですけど、僕なりにですが、まあ、別にこういう自転車を使ってるからって手抜いてるわけではないんですよ。比較的全力で漕いでるつもりなんですよ。応援されますね。そうなんですよ。で、ビキをつけてるとなんかやたら応援されるんですね。めちゃめちゃ応援されました正直。まあ、そんなですね、レンタルバイクを使って参加してみたいと検討している人にもう少しいいスペックのバイクを貸してくれる、レンタル事業者があることを皆さんにお教えしたいと思います。こちらをご覧ください。スコナビハワイというホノルトライアスロンでレンタルバイクを貸しているあのところにこう来てるんですが、バイクをあの貸し出しをしています。ホノルトライアスロンは実際にあるバイク持ってなくても参加することができるし、本格的なねこういったロードバイクもちゃんと貸し出しをしてくれます。1泊から2泊、まあ、前日ちょっとこぎなりたいよっていう人は2泊で借りた方がいいし、当日なんとかなるよっていう人は1泊で借りることもできます。でモデルも様々あってすごいなんかいい感じのバイクがあって、こっちだったらなんかまあありきたりなバイクがあったりとかするんですよ。で、レンタルバイクをですね、あのいつもあのお借り貸し出しいただいております。スコナビハワイのマサと申します。うちは割とこう初心者の方向けに自分の自身のバイクを持ってくるなっていう方にはもうぜひあの利用しやすいサービスですよね。実際梱包して持ってきてとかいろいろ考えたコストを考えるとここで借りた方が意外と安くするなりとかしますよ。トライアスロンぐらいだとぐらいのがいいかなっていうところですね。センチライドはあのこんなセンチライドとかもやってるんで、はい、いつですかこの9月です。9月ですか、はい、その時にあのカピオラにパークの方で、はいはいはい、やってます。同じようにやってますメカニック。あー分かりました、はい、ありがとうございます。いつ頃からもレンタルテストだとして半年前とかもう早ければ10ヶ月前ぐらいにやる可能性も高いので。めっちゃ早くなりますよね。めっちゃ早いです。本当に早いので早めに、ね、あのサイトにアクセスしていただきます。スコナビハワイ .com まで。そうですね。はい、動画説明欄の方ご覧くださいね。よろしくお願いします。今のとこ10球パック抜かれてますね。抜くことはほぼないです。抜いたけど抜き返されてますね。大輝最高。大輝ビキに乗ってると応援されるがすげえ増えますね。マスコット的な感じですかね。はい、あのビキを乗ってると本当に応援されるんですよ。まあでも実際ね写真で見たら分かるんですけどめちゃくちゃ滑稽なんですよ。まあちょっと掲載しておきますけどこんなイメージでですねやっぱ漕いでるっていう状況にはなるので、まあそのやっぱりですねあの空気抵抗がまず受けやすい、車輪は小さい、でギアが重いのに回らない、進まないっていう状況なので、まあ、正直それなりに足使います。で結構序盤からふくらはぎが結構つりそうになってたんでコントロールしながら漕いでたんですけど、あの結構このペースを維持するのは大変でした。はい、実際逆にあの漕ぎ慣れてるバイカーの人とかこういうものを使ったらどのぐらいのペースを維持できるんでしょうね。で、ここのハイウェイはですね、大体3、あの、2往復する形になってます。で、2往復終えて、終えたところら辺で、大体半分になるんですね。はい。めっちゃ声かけられます。で、もう少ししたらこれ、ラグーナという方に、向かっていきます。でこのラグーナのところが僕すごい好きで、ここまでで、大体20キロあるんですけど、ここの20キロからこのラグーナの、エリア何キロあったかな、10キロあるかどうかだとは思うんですけど、その距離の中で走ってる時は一番気分がいいですね。こう見てみるとわかるんですけどすごく青くてですね、まあ、天気が良くて風が今回なかったんでしかも漕ぎやすくて、すごく貴重な時間を過ごせたなと思います。いつもこのラインでですねやっぱりこうすごく一生懸命漕いでるのでなんか風景楽しんでるほどちょっと余裕なかったんですけど、今回はねちょっとそういう余裕もあったので楽しく漕がせてもらうことができました。まあ、逆に言うとですねここめっちゃ気分いいからめっちゃ漕げるんですね。でえらい脱がれてるんですよね。役になりそうですよ本当に。
あーついに100に100に大台乗りました。まあということでロードバイクとの性能差はもう歴然とあるんですよ。でこの性能差はですねやっぱり体力で埋めるしかないんですけど、もういかんせんスペックの差がありすぎてもうどうしようも なんないっていう感じです。じゃあ僕自身は、どのくらいで漕げるんですかっていう話になるんですけど、ロードバイクを使ってる時だったらこのコースだったら大体62分ぐらいでは漕いできます。少なくともで、まあ62分とか1分ぐらいでは漕いでくるんで遅くはないけど速くはないって感じですね。まあただ今回のは本当に遅かったですね。まさかでもここまで落ちるとはちょっと正直思わなかったですね。で、一番ここがですね僕が好きな絶景ポイントになるんですけど、まあ、ちょっとカウンター止まってるんですけど多分抜かれなかったと思うんで、まあ気にしないでください。で、ここがですね、まあ、そのラグーダで一番こう、本来だったら風が強くて、うわーってなってるところなんですけど、今回風がほんと少なくて、こうパッと見ててもですね、なんか余裕がありました。で、まあね、天気も良くて、で、雲一つないし、こんなにね、素敵な場所をね、走れる大会ってなかなかないし、すごくいい環境の中で、トライアスロンできるんですよ。でトライアスロンってどうしてもこう辛いイメージあると思うし、やっぱ準備するのにお金もかかるっていうイメージすごくあると思うんですよ。まあ実際に物を揃えるとなると3種目全部揃えたら結構大変お金がかかるものだとは思うんです。ただまあ欲をかかなければ今あるもので十分参加することができる大会なんですよ。でしかもですねフルマラソンを参加することを検討している人からするとこのオリンピックディスタンスのトライアスロンって体力的な話をするとそんなに疲れが残らないんですよ。でなんでかっていうと3種目全身に疲労がたまるので、まあ、そのマラソンだとどうしても局所的じゃないですか。で今声かけてるんですけどこうやって往復するときにですね、まあ、そのみんなと会う機会がやっぱあるんですよ。でなんでこうやって会う機会が多いのかっていうと3種目やっぱりそれぞれまあ得意不得意があって、まあ、そのバランスがうまく成り立っててこうすれ違うタイミングができるんですよ。マラソンになるとねやっぱりこう得意か得意じゃないかがもう一方的に出ちゃうから離れすぎちゃって応援し合うとかっていうのがなんかねなかなか難しかったりする部分もあるけど、まあ、こういう風にね応援し合えるし、あと大体周回でやるレースが多いので比較的一人にならない寂しくないっていうレースになります。で結構疲れも残りにくいのでこの後結構ゴルフ行ったりとかして楽しむ方もいるぐらいなのでいろいろね楽しみ方はあるし体力は残ってるしで本当におすすめなんですよ。でなんで僕がこのホノルルトライアスロンをそもそも皆さんによかったら行ってほしいなと思ったというかというと、まあ、まずね乾燥しやすい、それはやっぱり一番大きなポイントになってます。で乾燥しやすいし、まあ、こんなねビキみたいなレンタルバイクで走っててもみんな応援してくれるしバカにする人なんかいないわけですよ。で、すごくいい大会だと思います。でバイクがねでしかも40キロ漕げたら、まあ、すごく皆さんのなんかその生活スタイルも変わってくると思うんですよ。でそれで加えて水泳できたらいろんな海外とか国内含めてですけど海の面した場所に観光地に行った時にすごく自分が楽しむためのアクティビティが増えると思いません？だからそういうねなんかこう楽しみ方 の可能性を増やすためにもぜひランニング以外の部分でもこういったトライアスロンにちょっとチャレンジしてみてほしいんですよ。そしたらね皆さんの生き方自体に少しこう変化が出てくるかもしれないし人生観にももっと豊かになるかもしれないんですよ。だから僕こうすごい一生懸命やれとは言わないけど一回なんかチャレンジしてみることによって、何かね大きな変化を得れるかもしれないから、まあ、ぜひ年に1回とかでもいいからもうちょっと短い競技でもいいから泳ぐということと自転車っていうことに対して向き合えるようになるともっと遠くの場所に行けたりもっと楽しいアクティビティを経験する機会が得れるかもしれないので、まあ、もしよかったらねぜひ参加してみてほしいなチャレンジしてほしいなと思います。私たちクーリアはですねそもそも毎年出てるんですよチームで率いて。で来年はですね大阪と東京っていうところで2つの部門を作って、来年もまた行きたいなというふうに思ってます。
で、もしですね、まあ、なんか参加してみたいなっていうことの方がいらっしゃったら、まあ、ちょっとね、サポートする関係上お金はかかるんですけど、もしよろしければ、ご連絡いただければ、思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。さあ200にね乗ろうとしてるところですね。なんかちょっとどうでしょうね、皆さん、予想は当たりそうですかね。ここまでね抜かれるとは思わなかったと思うんですけど、はい、約残り1キロぐらいになりました。ここからはですね、等速で、お流しさせていただきたいなというふうに思っております。普段の、自転車レース出てる状態でも、まあ、抜かれることは確かあるんですけど、さすがにここまで抜かれることはないし、どっちかというと抜く方に中は2回るんですけど、こんなに抜かれたのはちょっと初めてでしたね。人生的にもこんなに抜かれたのはそんなに経験ないですね。悲しいですね。ただ本当になんか自転車ってこんなに性能差出るんだっていうのが本当肌で感じれたし、から良かったと。ただでもやっぱりこれで出たからってなんかこうなんか劣等感を感じたかっていうとそうでもない。まあ、CG のアスリートとしての、まあ、尊厳の話をするとですが、まあやっぱりね、タイムがそのままもちろん反映するわけだから、まあ当然ですけどトータルのタイム悪くなるわけですよ。で現時点で昨年のタイムから観察するともう20分近くですねタイムが落ちてる状態になるので、まあアスリートとしてのあり方としてはちょっとね、まあ、ちょっとどうなのかなと思うときはちょっと正直思うんですけど、まあ、僕別にまあトライアスロン専門ではないのとバイク専門ではないから、まあいいかなという気はしてます。ただまあちょっとやっぱ悔しかったのは事実なので、まあ来年は来年でちょっとまた別の形で、記録に挑戦できるような形を取っていけるようにはしていきたいと思ってますんで、まあぜひですね、皆さんも、機会があればチャレンジしてみていただければなというふうに思います。ぜひよろしくお願いします。バイク終わりました。80分ぐらいかかりました。普段より18分以上かかってます。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。みんな楽しく走っていこうぜ。行くぞ。